級者ごとの違いって面白いよね。に対する視聴者の反応集。なんやこのチューパー。大物級者ってすごいんだな。イケイはもっとやばい。イケイ級者とかいう短距離以外なんとかなる級者。イケイ父の管理場見てみるか。ディープインパクト、メジロマックイーン、ステイゴールド、ゴールドアリュール、メジロデュレン、ノーリーズン、ブザビクトリー、ジェットストリームアタックを仕掛けるぞ。馬娘に出演してる元馬の管理厩舎で大物厩舎ってどこ？池厩舎や伊藤厩舎はわかる。ウオッカやダスカも同様に強い馬いた記憶がある。カレンちゃんの所属してた安田厩舎。スプリントにクソ強い。カレンちゃん勝負服のマークも安田隆之厩舎のメンコがモチーフ。同級のカナロアは残念ながらつけてないけどね。厩舎ごとに特徴あるのいいよね。スプリント、マイルの安田父は特化しすぎたのか2022年のデシエルトが初めてダービー出るとかで驚いた。待機シャトルやボリクリがいた藤沢厩舎。これは藤沢厩舎。シンボリクリス S、ゼンノロブロイ、待機シャトルがいる。パーマー、大神、ブライアン、ついでに中山大障害勝利馬メジログッテン、が同時期にいた大久保正明厩舎。スペトで時短のいた白井厩舎はなんというか悪が強すぎる。厩務員、調教助手、調教師というキャリアの先駆けでもある。面接官、なぜ厩務員になりたいと思ったのですか？白井、ダービー馬を育てる調教師になりたいからです。この流れはいつ見てもおかしい。でも本当にダービー馬を育てた調教師になってしまうんだからなおさらおかしい。なんなんだこの人。そや、何かしらの実績ある厩舎に預けたいわな。菅井厩舎のメンツを見ながら。池井父も最初はそんなにだったけど目白のつてでオーロラ、トーマス、デュレン、マックイーンで名声上げて車台から声かかるようになったし。こいつのおかげででかい厩舎になれたという事実。ふるさと案内所の看板になってるし受胎率も高い高校もんだよ。調教師になりました。厩舎作りました。頑張ります。ゴールドシップ、ジャスタウェイ。最初からエンジン飛ばしすぎだろ。お手馬の可愛い息子と押し馬の小手に入れた新人馬主さんから預かったよ。目指せ重賞、ほのぼのだな。厩舎の初重賞馬がクラシック2つ取って有馬も勝つとかやばいわ。なお両馬の重賞2番手は世界一取ってきた模様。スタートでとんでもねえレベルの馬が来たのも豪運だけど、さらに2頭ともきちんと体制させたってのはほんとすごいと思う。どっちも育て方ミスると G1 取れてなかったかもだからな。菅井さん普通にすげえよ。ここまででかくできる調教師もまたほんの一握りなんだろうな。菅井メンコ。格上げされると専用のメンコになるんだっけ。何そのシステムかっちょいい。同じ菅井厩舎でも育ちは最初は金コーナー汎用メンコで、専用メンコは純白だからかつての2枚看板とは違う道筋をたどってるね。純白メンコほんま好き。みんな考えるやつだろうけど実際に導入するセンスいいよな。最近中内田厩舎に興味がある。中距離以上の中内田はキレ。リバティアイランド？あれはまあ。リバティアイランドというマイルの中内田のジンクスを打ち破った高校娘。冗談抜きで世界の矢作厩舎になったの強すぎへん。海外遠征の実績がすごすぎるし、矢作先生めちゃくちゃ行動力あるよね。フェイト競り落とした藤田社長に速攻栄養してくスタイルを見ながら。国枝厩舎とかいう牝馬の名門。みんな基本白いシャドウロールつけてるのかわいいね。かわいいね。戦績を見る、かわ、いい。牝馬の国枝とかいう牝馬三冠のいずれかで4年連続連帯の厩舎。アーモンドアイ、カレンブーケドール、マジックキャッスル、赤い鳥の娘。国枝先生、エリジョだけまだ取れていないらしいから早めに取ってほしい。牝馬の国枝、海外遠征の矢作、短距離の安田。名系エールの竹秀則。直木無鉄。あ、イクイノックスン堀おじさんだ。友道厩舎の安定感。年一くらいで G1 取ってくれるし、毎年一人は新しい子が G1 戦線に出てくるイメージ。友道厩舎とかいう味わい深い馬を大量に輩出するとこ。ちなみに普通に優秀なのがポイント。ダービーポコジャカ勝つことでも有名。友道好き。友道は勝つ馬の平均距離長くて同じレースにもいっぱい馬出すから好き。思い出しちゃうからともみっちって言うな。マカヒキさんという有能な助手を失ったが、代わりは見つかったんだろうか。マカヒキ調教助手を失ってから G1 勝ててないからまだ時間かかりそうっすね。
マカヒキさん早く調教師免許を取得して立東に帰ってきてくれ。マカヒキ調教助手、厩舎を離れ調教師免許に挑戦、一度慣れた環境から離れて、一人でチャレンジしたい。ダート重賞、中央、は純ライトボルトで買ったのが初めてな友道厩舎。厩舎お揃いの免許とかあるといいよね。これは手塚厩舎の青 T 免許。やはり厩舎の赤白統一のバグオシャレで好き。免許もよくつけてる一部のコア体のマークがオリジナルになったりするし。統一されてるとわかりやすくていいよね。森田厩舎のシンボルの黒字に金色のハートマークがすごい好きなの分かってほしい。可愛さと気品とかっこよさが同居してるのいいよね。ハートマーク、個人的には中二感あって好き。厩舎のマークすらトップロードがモチーフの渡辺邦彦厩舎。岩本厩舎のデータ見てこの馬どこでもデータ壊してんなって思った。初 G1 TM オペラ王。厩舎の G1 勝利数7勝1 TM オペラ王7勝。こんなのが脱走してぼーっとしてたり他の厩舎に保護されたりしてたんですか？胃袋がねじ切れちゃう。高野厩舎はやっぱり第二の女子高厩舎なのでは？国枝女学院。ミッキーミッションスクール。高野女子高等学院。戦後に創立して女子アナとかいっぱい輩出してるお嬢様学校館。新設した私立の女子高館ある。めんこかわいいよね。先日デイリー杯を買ったジャンダルマンタルとかもいるけど、G1 馬は前頭牝馬なんだな。高木昇厩舎とかいうダートクッソ強い厩舎。ボバ牝馬前馬、芝ダート障害でそれぞれ G1 勝てるのはすごいと思う。ダートで成績上げて馬主たちに目をつけられ高額馬、日本では芝馬、を予託されるようになり成績落ちるも開き直ってそいつらにもダート走らせるようになり成績回復したダートのマジシャン厩舎。いやなんでだよ。ゴールドシップ3区の牝馬ですらダートで勝たせるくらい絶対ダート走らすまん。美穂の調教師の中で一番ダート勝ってるまである調教師。